こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。今現在、南シナ海は最も重要かつ米軍も監視の目を光らせる海となる。これには中国の人工島建設、軍事拠点と化している状況の中、米国は台湾政策でも一つの支援をしている。昨日南シナ海で水深50メートルでの爆発があったとのニュースもあったが、日米中国以外の周辺国での監視活動は現在も続いている。これに韓国も参加するはずだったが、今では中国側についている韓国南シナ海での政策は日米とは違っている。では、日本がどんな監視活動をしているのか少し紹介していく。時系列は少し前になるが、ここを押さえることで、今現在の状況が理解できるでしょう。2018年の8月末から同年10月末までのおよそ2ヶ月間にわたり、複数の海上自衛隊の艦艇を投入した訓練が南シナ海で実施されたと報じられ、にわかに注目を集めることとなった。海上自衛隊の艦艇による訓練というだけならここまで注目を集めなかったと思われるが、その場所が南シナ海であり、中国が領有権を主張する海域であることが重要な点だった。この南シナ海に関して、日本は自国の領土、領海といった直接の問題を抱えているわけではなく、そうした意味では、尖閣諸島を含む東シナ海の方が当事国として重要とも思える。しかし、あくまでも、南シナ海で訓練を実施し、しかも参加した艦艇等が行った内容が対潜哨戒作戦を総上したものだと伺えることが、中国への強力な牽制策だと捉えられているのだ。具体的には参加した海上自衛隊の艦艇は、護衛艦加賀、稲妻、鈴付きの3隻に加えて、潜水艦黒潮であり、これに艦載機の対潜ヘリが加わって行われた。もちろん中国としても何も手を打たなかったわけではなく、中国海軍の駆逐艦を発進させ、護衛艦加賀、稲妻、鈴付きを逐次追尾して圧力をかけてきた。こうした中国海軍の監視下にもかかわらず、海上自衛隊の艦艇や潜水艦、艦載機はその向こうを押して南シナ海での訓練を実行してみせたのだ。これら参加した艦艇等の陣容から想定できる訓練の内容とは、敵に見立てた潜水艦黒潮護衛艦3隻と、その艦載ヘリで探索、発見し無効化する追潜哨戒船ほかならない。つまり、この訓練が意味するものとは、南シナ海に人工島の建設を推し進め、領土と領海を広げようとする中国と、その背景にある海軍力を封じ込めんとする意図が見て取れる。中国海軍は、すでに航空母艦である遼寧をはじめ、通常動力及び原子力潜水艦も配備するなど、海軍兵器の近代化、大規模化に力を注いでおり、その力を誇示している現状がある。反面、尖閣諸島近海で日本の領海を侵犯した中国海軍の潜水艦が自衛隊艦艇の追尾を受け、それが原因で浮上したとみられる一件などのように、潜水艦の運用には弱点もあるようだ。
こうした点も踏まえ、今回の訓練公表が異例だと報じられたのは、現代における潜水艦運用の最大要素である、秘匿性を超えて黒潮が参加したことが明言された点だろう。このように、潜水艦の行動を明らかにするという行為は、前提となる秘匿性の観点から、通常の軍事上からはまずあり得ない。事態として受け止められたと言えるものだった。さらに言えば、潜水艦の秘匿性にも二通りの見方があり、一つ目は南シナ海という日本から離れた海域に海上自衛隊の潜水艦が侵入できたという、いわば攻撃面での能力の証明である。そして二つ目が訓練の想定通り、敵の潜水艦を海上自衛隊の水上艦艇や追戦哨戒ヘリが探索、発見、追尾できるという、いわば防御面での能力の証明であろう。この二つの面の能力を海上自衛隊が有していると示すことで、南シナ海で活動する中国海軍の水上艦艇や潜水艦は、その動きを無視できない事態を余儀なくされるものだと言えるからだ。南シナ海において中国との間に直接の問題を抱えている国としては、台湾をはじめ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、カンボジア、ベトナムなどが挙げられる。こうした国々と異なり、直接的な問題を抱えていない日本が、あえて、この海域での訓練を公にした背景には、日本へ物資を運ぶ、大型船舶航路の確保という戦略的な目標が大きいだろう。こうした点も踏まえ、今回の訓練公表が異例だと報じられたのは、現代における潜水艦運用の最大要素である秘匿性を超えて、黒潮が参加したことが明言された点だろう。このように、潜水艦の行動を明らかにするという行為は、前提となる秘匿性の観点から通常の軍事上からは、まずあり得ない事態として受け止められたと言えるものだった。さらに言えば、潜水艦の秘匿性にも二通りの見方があり、一つ目は南シナ海という日本から離れた海域に海上自衛隊の潜水艦が侵入できたという、いわば攻撃面での能力の証明である。そして二つ目が訓練の想定通り、敵の潜水艦を海上自衛隊の水上艦艇や追戦哨戒ヘリが探索、発見、追尾できるという、いわば防御面での能力の証明であろう。この二つの面の能力を海上自衛隊が有していると示すことで、南シナ海で活動する中国海軍の水上艦艇や潜水艦はその動きを無視できない事態を余儀なくされるものだと言えるからだ。南シナ海において中国との間に直接の問題を抱えている国としては、台湾をはじめ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイ、カンボジア、ベトナムなどが挙げられる。こうした国々と異なり、直接的な問題を抱えていない日本が、あえて、この海域での訓練を公にした背景には、日本へ物資を運ぶ、大型船舶航路の確保という戦略的な目標が大きいだろう。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ようやく動き出した F2 後継機。次期戦闘機への予算が決まった中、111億円という予算が計上され開発が進むことに、それと同時に F35A の国内組み立てが継続となったのが同時に、飛び込んできた F35A の墜落事故の件もあり、国内での F35A ステルス戦闘機の組み立てが見送られていたが、ここへ来て予算の削減と経費見直しによる国内組み立てが継続となる F3 ステルス戦闘機への一歩が進むことになるが、この間、新進の全方向から見れる見学会が行われた。やはり次期戦闘機への転換が防衛省でも進んでいるのだろう。一昔前の日本独開発ステルス戦闘機少し、新進について説明していこう。2017年10月末、先進技術実証機 X に、いわゆる新進の名称で呼ばれていた機体が、2016年4月から30数度の飛行回数を重ねて、その実証実験を終了した。この新進という通称は、日本一の高さを誇る霊峰、富士山の別名であり、その名称からも、同期に寄せられた機体の高さを伺い知ることができるだろう。2019年現在、日本は国産の F2 戦闘機を実戦配備しているが、この新進の存在は、それに続く国産の次期 F3 戦闘機に向けたものと捉えられている。しかし、現実的には、現状の F2 戦闘機の開発に際しても、結果、アメリカの F16 戦闘機をベースとすることが政治的な折り合いから決定された過去があるようにかなり厳しいだろう。これは当時と比較しても戦闘機の開発を自国のみで行うには膨大なコストとなっており、このコストを負担することが極めて難しくなっていることが大きな問題として横たわっている。もちろん、何も、こうしたことは、日本に限ったことではなく、ヨーロッパ各国でも、同様の状況であり、近年一国で戦闘機開発を実施しているのは、もはや、アメリカ、ロシアなどの少数の国のみだ。2019年8月時点では、F2 戦闘機の後継機の開発費用を、2020年度の予算内に盛り込む方向性が打ち出されているが、やはり自国単独開発ではなく他国との共同開発が示唆されている。具体的に有力視されているのはアメリカのロッキード・マーチン社との共同開発であり、F22 戦闘機と F35 戦闘機のミックス型とでも言うべき計画が、取り沙汰されている。そもそも、買って、日本は、強力な制空戦闘機を求めて、F22 戦闘機の導入を希望した経緯があったが、アメリカが、同戦闘機を、自国内のみの使用に限定したことから、果たせず終わった。そのため、F35 ステルス戦闘機を、その代わりに導入することになったが、こちらも、すべて、完成品をアメリカから購入することとなり、自国での戦闘機開発からは遠のいている現状がある。他の兵器でも同様だが、開発コストを考慮すれば購入することに、メリットはあるものの、防衛産業の技術の維持、発展を考えれば、そうとばかりは言い切れない。ジレンマが存在している。
心身においても航空機としてのステルス技術や飛行時の姿勢制御技術などのテクノロジー開発にその傾向が大きいとされ、自国開発を要望する声につながっている。ちなみに、新進で最も実用化の可能性が高いとされているのは IHI 社製の機関部であり、出力的には十分使用に耐えるものとして現在も開発が継続されている模様だ。また、ステルス戦闘機に必須の要素となっている点が、各種兵装を機体内に収めるウェポンベイの技術であり、これまでのような主翼や胴体下に喧嘩する方式とは根本的に異なる点だ。なぜならば、このウェポンベイを装備していなければ機体のステルス性が大幅に損なわれることを意味し、せっかくの戦闘機が敵に容易に探知されてしまうことにつながるためだ。高速で飛行する戦闘機において兵装を収納する扉となる開口部の面積は広く、その広さにかかる空気抵抗に耐え、かつ正確な動作が求められるという高度な技術の塊と言える。ただ反面、今後の航空戦力のあり方について、こうした有人のステルス戦闘機がいつまで主流足り得るのかという、戦術ハード面の変化にさらされていることも事実だ。すでにアメリカをはじめとして AI を搭載した完全自律型の無人航空機が実用化されてきており、いずれ戦闘機にもこの波が押し寄せてくることが予想され始めている。一気に無人戦闘機まで行き着かない場合でも、複数の無人戦闘機を母機である少数の有人戦闘機が、統率する可能性なども含め、非常に不透明な状況だとも言える。驚くべきことに、こうした無人戦闘機は、従来型の有ステルス戦闘機よりも、低コストで生産が可能とも、伝えられており、近代戦のテーゼを覆す存在となるのかもしれない。また、先ほど触れたウェポンウェイへの兵装。つまり、そこに収納するミサイルの高性能化を指摘する声もあり、こちらの進化も、戦闘機そのものを無効化する存在になりかねない。そうした場合には、有人戦闘機における運用上の、最大の課題の一つでもある、搭乗員の育成という時間的、費用的な課題をも省力化させ、戦術面や戦略面の転換すら予想させる。そうは言っても、直ちに現在の戦闘機という存在が一挙に不要となるとは考えにくいため、現状の第5世代戦闘機に続く開発を中断することは、得策とは言い切れないだろう。くしくも F-35A ステルス戦闘機の導入を決定していたトルコが、ロシアのミサイルを購入したことを理由にその引き渡しを凍結されたように、購入への依存はリスクを伴っているからだ。